ナンバーアンダーラインアイの健康危機衝撃告白、ナンバーアンダーラインアイが直面する健康危機の真相とはキングプリンスから独立し、新たな挑戦の旅に出た平野章、神宮寺勇太、岸裕太によるユニット、ナンバーアンダーラインアイ彼らの勇士は、世界への飛翔を目指す姿に多くのファンが魅了されています。しかし、その一方で、 彼らの健康状態について心配する声も少なくありません。ファンの願い無理をせず健康を第一に。SNS 上にはメンバーの健康を心配するファンの声が溢れています。特に平野翔の腰痛や膝の古傷、岸士優太の耳の不調に対する懸念が多く見られます。彼らの活動を支えるファンたちからは 翔くんの腰も、騎士くんの耳も再発しやすいはず。無理して欲しくない。三人とも優しいからファンのために頑張ってくれるけど、世界へ行くためには健康は大事。ナンバーアンダーライン愛は始まったばかり。三人の代わりは誰にもできないので元気でいてください。などのコメントが寄せられています。これらの声は、 ナンバーアンダーライン愛の活動がファンにとっていかに大切なものであるかを物語っています。そして同時に彼らが無理をせず健康を第一に考えてほしいという切実な願いも伝えています。体の負担、ダンス、時差、ストレス。彼らのパフォーマンスはいつも全力投球です。激しいダンスやアクロバットは体に大きな負担をかけています。 さらに、海外での活動による時差ボケや慣れない環境でのストレスも、彼らの健康を脅かす要因となります。あるファンは、ダンスも膝をついてすぐに立ち上がったり体を激しく動かすし、海外に行けば時差ボケもある。いろいろ酷使していると思うので、本当に健康には気をつけて、といつも祈ってます。とコメントしています。また、 岸優太の耳の不調に対しては突発性難聴の可能性が指摘されており、ストレスや疲労が原因である可能性も考えられます。メンバーたちの思い、後悔のない挑戦。しかし、彼らは体の痛みを承知の上で、今しかできないことに挑戦し、後悔のない人生を歩もうとしています。滝沢秀明社長のサポートを受けながら、 自分たちのやりたいことを実現していく姿は、まさに、今を生きる、という強い意志を感じさせます。三人は高齢になってからの大変な体の痛みは、もう承知の上で、今、やりたいこと、今しかできないことを後悔のないように、精一杯やっているように見えます、と、あるファンはコメントしています。健康と挑戦のバランス、それは可能か ナンバーアンダーライン愛の挑戦は始まったばかりです。彼らが世界へと羽ばたき、より大きな舞台で活躍するためには、健康管理が不可欠です。しかし、挑戦と健康の両立は容易ではありません。健康管理の知識を身につけ、専門家による体のケアや、休養の取り方を学ぶことが重要です。また、 ストレス解消やファンとのコミュニケーションも大切です。彼らの活動をサポートするためには、ファンとメンバー、そして関係者全員が彼らの健康を支える必要があります。未来への期待と問い、ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、私たちに多くの感動と勇気を与えてくれます。しかし、彼らの健康状態を考えると、将来への不安も拭えません。 彼らはどこまで挑戦を続けることができるのでしょうか健康と挑戦のバランスをどのように保っていくのでしょうかファンはどのように彼らをサポートすることができるのでしょうかこれらの問いに対する答えはまだわかりません。しかし、ナンバーアンダーライン愛がこれからも輝き続けることを願って、彼らの挑戦を見守っていきたいと思います。ソーシャルメディア上では、 メンバーの健康を気遣うファンのコメントが溢れています。特に、平野翔の腰痛や膝の古る傷、岸優太の耳の不調を心配する声が多く見られます。彼らのファンからは、翔くんの腰も岸くんの耳も再発しやすいはず、無理してほしくない。三人とも優しいからファンのために頑張ってくれるけど、世界へ行くためには健康は大事。ナンバーアンダーライン愛は始まったばかり。 三人の代わりは誰にもできないので元気でいてください、などのコメントが寄せられています。これらの声は、ナンバーアンダーライン愛の活動がファンにとってどれだけ大切なものであるかを物語っています。同時に、彼らが無理をせず、健康を第一に考えてほしいという切実な願いも込められています。体の負担、ダンス、時差、そしてストレス。彼らのパフォーマンスは、 常に全力投球。激しいダンスやアクロバットは体に大きな負担をかけています。さらに、海外での活動による時差ボケや慣れない環境でのストレスも彼らの健康を脅かす要因となるでしょう。ダンスも膝をついてすぐに立ち上がったり体を激しく動かすし、海外に行けば時差ボケもある。いろいろ酷使していると思うので、 本当に健康には気をつけて、といつも祈ってますと、あるファンがコメントしています。また、岸優ユタの耳の不調に対する憶測も飛び交っており、それがストレスや疲労によるものである可能性も考えられます。メンバーたちの思い、後悔のない挑戦。しかし、彼らは自らの体の痛みを承知の上で、今しかできないことに挑戦し、 後悔のない人生を歩もうとしています。三人は高齢になってからの大変な体の痛みはもう承知の上で今やりたいこと、今しかできないことを後悔のないように精一杯やっているように見えますと、あるファンがコメントしています。健康と挑戦のバランス、それは可能かナンバーアンダーライン愛の挑戦は始まったばかりです。彼らが世界へと羽ばたき、 より大きな舞台で活躍するためには、健康管理が不可欠です。しかし、挑戦と健康の両立は容易なことではありません。健康管理の知識を身につけ、専門家による体のケアや、休養の取り方を学ぶことが重要です。また、ストレス解消やファンとのコミュニケーションも大切です。No.1 I の活動をサポートするためには、ファンとメンバー、 そして関係者全員が彼らの健康を支える必要があります。未来への期待と問い、ナンバーアンダーライン愛の挑戦は私たちに多くの感動と勇気を与えてくれます。しかし彼らの健康状態を考えると将来への不安も拭えません。彼らはどこまで挑戦を続けることができるのでしょうか 健康と挑戦のバランスをどのように保っていくのでしょうかファンはどのように彼らをサポートすることができるのでしょうかこれらの問いに対する答えはまだわかりません。しかし、ナンバーアンダーライン愛がこれからも輝き続けることを願って、彼らの挑戦を見守っていきたいと思います。